こんにちは、隙間授業チャンネルです。今日は新横浜で降りるつもりが名古屋に新幹線で乗り過ごした時、追加料金は必要なのかというテーマで話していきます。あなたは新幹線に乗車中、目的地で降りることができず乗り過ごしてしまった経験はありますか？私自身は乗り過ごしてしまった経験はないのですが、乗り過ごしてしまった人を見かけたことがあります。その日は東京駅から新大阪駅行きのぞみの自由席に乗車していたのですが、新横浜駅を出発して小田原駅を通過したあたりで事件が起きました。私は窓側の A 席に座っていたのですが、 C 席に座っていた方が車掌さんを呼び止めて、新横浜駅で降りる予定が寝てしまい乗り過ごしてしまったと相談していました。のぞみなので新横浜駅を出ると次は 300km 以上先の名古屋駅まで停車しません。その方はかなり慌てた様子だったのですが、その横で私は一つの疑問が生まれました。それは料金はどうなるんだろうということです。新横浜から名古屋駅までの自由席料金は現在9900円で販売されています。かなり昔の話なのでその当時の金額がいくらだったのか忘れてしまいましたが、今と大きく変わっていないと思います。ということは行って引き返そうと思うと2万円近くの出費が発生します。新横浜駅で降りられず予定が崩れただけでもショックなのに、そこからさらに2万円も出費が増えるなんて、私ならショックすぎて寝込んでしまうレベルです。実際にその後どのようになったのかはわからなかったのですが、気になってしまったので新幹線で乗り過ごしてしまった場合の対応を調べてみました。全額無料で目的地まで引き返せる？結論から言うと、新幹線で乗り過ごしてしまった場合、本来の目的地まで無料で引き返すことができます。私の見かけた人も名古屋まで行ってすぐに逆方向の新幹線に乗り無料で引き返したと思います。どうして無料で引き返すことができるのかというと、 JR の運送約款である旅客営業規則に、旅客が乗車券面に表示された価格外に誤って乗車した場合、係員がその事実を認定した時、そのご乗車区間について無賃送還の取り扱いをすると定められているからです。ただ当たり前ですが、故意に乗り過ごした場合は乗り過ごした駅からの料金と引き返すための料金が請求されます。またどのような場合に事実を認定してくれるかということですが、明らかに怪しくない限り認めてもらえると考えられます。では実際に乗り過ごした場合はどうすればいいのでしょうか。まず大事なのは、乗り過ごした時点で車掌さんや駅員さんに相談することです。そうすれば必要な手続きをすぐにしてくれるはずです。しかし相談する前に改札を出てしまったり乗り越し精算をしてしまうと、無賃送還の取り扱いが難しくなると考えられます。なので焦らず、とにかく相談するということを覚えておいてください。ちなみに間違って乗り過ごしたついでに改札外でお土産を買って帰ろうと思った人もいるかもしれませんが、無賃送還の取り扱いをした時点で改札の外には出られません。改札の中であればお土産を買ったりすることはできるかもしれませんが、それを目的にこの制度を悪用すると詐欺罪になってしまう可能性があるので絶対にしないでください。指定席に乗っていた場合はどうするのか。私の見かけた方は東京駅から新横浜駅まで自由席に乗っていました。そのため名古屋駅までそのまま自由席に乗車して名古屋駅から新横浜駅に戻る際も自由席に乗車したと考えられます。しかし自由席ではなく指定席に乗車していた場合はどうなるのでしょうか。この場合は乗り過ごした時点で自由席への移動が求められると思います。当たり前の話ですが、その指定席は次の人が来る可能性があり、乗り過ごした時点では未発売であっても車内で購入したいという人が現れるかもしれません。なので乗り過ごした場合は速やかに自由席に移動しましょう。また引き返す際も自由席を案内されます。実際に経験したことがないので憶測になりますが、指定席の料金を払って指定席に乗車したいと言っても難しいのかと思います。指定席しかない電車で乗り過ごした場合はどうなのか。東海道新幹線の場合、のぞみ、ひかり、こだま、すべてに自由席がありますが、
東北新幹線の場合、はやぶさ、こまち、はやてには自由席がありません。こういった列車で乗り過ごした場合はどうなるのでしょうか。これも憶測ではありますが、デッキ等に立って乗車することを求められるのかと考えられます。また引き返す場合は自由席のあるやまびこなどに乗車するよう指示される可能性もあります。いずれにしても指定席は使えないと思うので、立って移動するか遅い列車で移動することになると考えられます。在来線で乗り過ごした場合はどうなのか。ここまで新幹線で乗り過ごした場合を話してきましたが、在来線で乗り過ごした場合はどうなのでしょうか。基本的に取り扱いは同じで、目的地まで無賃送還してくれます。ただし在来線の場合、勝手に引き返す人が大勢いるのが現状です。例えば東京駅から渋谷駅に山手線外回りで向かったとします。渋谷駅で降り忘れて新宿まで来てしまった場合、多くの人はそのまま逆方向の山手線に乗車して戻ると思います。しかし切符のルールでは同じ駅を2回通過することは認められていないため、不正乗車になります。なので面倒かもしれませんが、乗り過ごしてしまったのであれば駅員さんに申告して無賃送還の手続きをしてもらうようにしましょう。これは都市部だけでなく地方のローカル線でも同じです。特に地方のローカル線で乗り過ごした場合は、お客さんが少なく逆方向の列車に再度乗ろうとすると駅員さんに声をかけられてしまう可能性があります。いくら無賃送還のルールがあるとはいえ、無申告ではそのルールは適用されません。注意していても乗り過ごしてしまうということは誰にでもあり得ると思います。無賃送還を使うことは悪いことではないので、万が一乗り過ごしてしまった場合は不正をせずに正直に申告した方がいいと思います。乗り過ごさないためにできること。 JR の場合は乗り過ごした場合無賃送還してくれるという救済措置がありますが、乗り過ごさないに越したことはありません。そこで私が実際にやっている乗り過ごさないための工夫を紹介します。私が新幹線や在来線の長距離列車に乗るときにしていること、それはアラームをセットすることです。到着の5分前にアラームが鳴るようにセットしておけば、たとえ寝てしまった場合も起きることができます。しかしアラームのセットには注意も必要で、絶対に音を鳴らさずバイブレーションだけが作動するようにしておきましょう。新幹線に乗っていると、たまに大きな音でアラームを鳴らしている人を見かけますが、周りのお客さんの迷惑になってしまいます。せっかく気持ちよく寝ている他のお客さんを起こしてしまっている場面を何度も見かけたことがあります。なのでアラームをセットする際は、音が鳴らない設定になっているのか確認しましょう。アラームだけでは起きれるか不安という方は、グリーン車やグランクラスに乗ることをお勧めします。私も一度東海道新幹線で岡山駅に向かった際に乗り過ごしてしまいそうになったことがあります。しかしその時はたまたまグリーン車に乗っていたので、パーサーさんが寝ている様子を確認して起こしに来てくれました。もしこの時声をかけられなければ、間違いなく広島駅まで行っていたと思います。もちろんこれは繁忙期ではなかったことと、たまたまパーサーさんの手が空いていたので起こしてもらえたのだと思います。必ずしもこのようなサービスがあるわけではありませんが、乗り過ごすとまずいけれど絶対に寝てしまいそうという時には、グリーン車やグランクラスに乗車することで少しは乗り過ごす可能性を低くすることができると思います。私鉄の場合も同じなのか。ここまで JR の場合の話をしてきましたが、私鉄の場合はどうなのでしょうか。多くの私鉄では JR と同様に、ご乗車区間の無賃送還の取り扱いがあります。なので私鉄で乗り過ごしてしまった場合も JR と同じように車掌さんや駅員さんに相談しましょう。ただし一部の私鉄ではルールが異なる場合もあります。詳しい内容はそれぞれの会社が発行する規則を見るか、駅員さんに問い合わせてみてください。いずれにしても間違って乗り過ごしてしまった場合の多くは救済措置が用意されています。そのことを知らずに不正に折り返しをしてしまうと、最悪の場合は犯罪者になってしまいます。なので間違ってしまった時は、正直に間違ってしまったことを申告して正しい手続きを取った上で
き返すようにしてください。今回の内容はあくまでも個人の予想と調べられる範囲での内容なので、間違った情報があるかもしれませんがご了承ください。この動画が少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。